私は最近この駅周辺で頻発している奇怪な痴漢事件の捜査をしていた。こうガバッと来てワシッとされてサンサンっと。前からですか、後ろからですか。バックからです。バック、はい、多分多分感触的にバックからかと。感触だけですか。はい、でも本当です。お前さんにも言ったけど信じてくれなくて。そりゃあまあ姿を見ていないんじゃ。実験25日目、液体に対する耐性がつき効果が出づらくなっている。完全な効果が得られるにはボトル1本分の液体が必要だ。しかし私は生まれつき胃腸が弱いのだ。一見コーラのように見えるが味は全然違う。主成分は捕まったバッタが口から出すあの液体なのだ。体内に取り込まれた液体は肝臓の尿素回路で変化し、全身の毛穴からコロイド状に噴霧される。そして表皮から約20センチの可視光線を屈折させるのだ。全て飲み切らないと完全には消えないのだが、副交感神経が刺激され、あの衝動が抑えられない。最も被害が多いのはこの辺りだ。被害といっても、誰も被疑者を見ていないのだけど。なんだ、さっきからつけられている気配がする。結構見えてるけど。もういい。今までの余罪も全て供述しなさい、半透明人間。めちゃっぱい。必死の捜査も虚しく、半透明人間の死体は見つからなかった。おかげで私はほら吹き扱いだ。